やあれやね、定期のこのなんていうの、私への嫌がらせをものすごく感じてるんですけど毎回なんかすごいキャピキャピな可愛い感じのこの後に私を持ってくるというこの。まだまだ若いよありがとううん、なんか辛いわそれ辛いわ、ありがとうありがとうまあまあ、見ててね、楽しかったし、よかったよねちょっと飲みますまあね、負けじとね、古い歌歌ってやろうという私のあれですよそんなわけで、いつも90年代とか、まあ、ちょっと80年代にかかるようなアニソンとか歌ってるんですけど、今からは世界名作劇場の曲をちょっと歌います、結構何回も歌ってるんですけど、私は世界名作劇場でもちょっと明るいとかなんかおちゃらけたような方の、あのアニメの方が好きで、7つの海の曲かな、トゥインクルトークお願いします。Okay.
ございました。知ってますかね、七つの実のてこね。うわうわ、めっちゃかしげてるあれ知らんかな。あれ見てくださいね、結構名作劇場長いですけどね。はい、次はね、何年か知らへんけど、バトルアスリーテス大運動会の翼という曲なんですけど、知らんのばっかり入れとんだろ。ええー、わそれやねあーありがとうね、ほんとありがとう。もうそういう言葉ほんとありがたいですええねん。でもね、あのこういう歌があるんやでというのを知ってもらいたいだけなので、はい、じゃあお願いします。
翼、翼ね。ちょっと待ってください。そんなわけで、まあなんかなんや知らん曲ばっか、あ、まあ譲れないのは知ってるんだよな。曲紹介もしなかったけど。ね、これは知ってるとして、知らん曲ばっか歌うてもね、なんか覚えてもらえないかなとか思うので、モグマロは、あの、婚活してますので、あの、ずっとね、言ってるんです。もう何、1年は経ちますね。はい。婚活をしていますので、それにかこつけたような曲を1曲歌いたいと思います。これがそうなのかって言われたらどうかわかんないけど、あの、女版、なんだっけ、関白宣言的な、なんやろ。わからへんけど。はい、じゃあ聴いてください。ケアとワイシャツのこちら。Thank you.
まあなんかちょっと怖い。結構私あれですよ、重い女ですよ。なんかね、ちょっとなんか最近かな、なんかエロいとか言ってくれる人いるけど、あれですよ、シリガルとかですけど、重いですよ。ちょっと手出すと結構重いんで、あのよく考えて声かけてくださいね。通常の F は、ありがとうございます、それですよ。それです、ありがとうございます、言ってくれて。私自分で言うとちょっと汚いなと思うんだけど、言ってくれるからありがたい。そうです。まあ結婚考えてますので、よろしくお願いします。アピールの方よろしくお願いします。待っています。あそこであのお金稼ぎもしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。買うよ、ありがとう。絶対やで、聞いたからな。はい、そんなわけで、最後はやっぱみんな知ってる曲で終わりたいなと思いますので、まあまあそんなノリノリなわーみたいなじゃないけど、私なりのノリノリソングで終わりたいと思います。はい、じゃあ目が澄ませるなんていう限りを、胸にキラキラ。
の、うまくいかなかったけど、あのモグマロで検索していただければ私のブログとか出てきますし、今日あの名刺作ってもらったのでよかったらもらってください。あのここに遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。